はい、どうも皆さんこんばんは、イルディーネでございます。皆さんこんばんは、エンジニアのスーパーアイドルリタです。いやー、ちょうどぞ。さて、エンジニア建国記念パーティーも近づいてきたな。まあ当日は何かをやるというよりかは、どうなるかわからんけど。はい、どうもこんばんは、タイノです。よろしくお願いします。どうもタリアです。リローネよ。さあ今日も闇の宴始めていこうじゃない。どうも鎧だ、よろしくな。はい、ということで今日もやっていきましょう、セイバーの生放送。今日も楽しんでいってください。よしか、最初からすごい飛ばしてくるね。そうですね、おっと、まずはゴブさんです。対戦よろしくお願いします。よし、頼むぞ。そういえばリザル1だっけ、あれ最初の初戦だっけ。そう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 、初戦だったからね。よいしょ、やはり上から来るのは気をつけないとな。上から来るぞ、気をつけよ。こちらも上から行かせてもらうですね。おっと、はっ、どうもこんばんまる、最初からありがとうございます。よいしょ、このチェーンソーなかなかと痛いぞ。はっ、よーし、うわ、やっぱりデスボルは怖いですね。広告貢献に作られオンデリ食品参加7600とニコニコ広告しました。ありがとうございます。いくぞ、あんだ、お、危ない危ない。こんばんは。どうもこんばんは。ふっ、ワカツ。どうもワカツです。よっしゃ、よし、いい感じだ。ラストリタイム、ラストリタイムです。てよ、よし、中段から下段に華麗にペチッと、今日も飛ばしていきましょう。あ、結構いい感じじゃないか。そうですね、しかしもうちょっとねトレモがトレモをしたいけど、まあ、来たものはね、来るものはしょうがないんでね。さてさて。まあ今日もこんな感じにやっていきたいと思います。そういえばそろそろ夏休みも終わってしまうのではないか。これを見てる人の中には夏休みはあんまりないかもしれないけど。そうね、そういえばさ、夏休みが終わったらさ、そろそろあんたんちのエルディアも2年生なんじゃないかしら。そうなんだよ、2年生なんだよ。2年になったらな、もうちょっと高度な魔法とかも覚えるようになるからな。どんな魔法を覚えるか楽しみだ。まあ大体分かってるけど。それは楽しみ。そうだな、うちのエルディアとにかく強いからな。まあなんていうか親譲りというか、そんな感じよね。いやー、そこまでなんていうか強くしようとか思ってなかったんですけどね。やっぱり親の背中を見て育ってきますか。うわー、なかなかとやれてないか。ド M なところまで映らないか心配です。よし、なかなかといい感じだ。反撃したかった、少し安いぞ。しかしゲダンってやつですね。いいじゃない、よっちょっと返されたな。はい、はい、そう簡単にはこれ、はい、ほう、よし、いい感じ。めくったと思ったら、これはちょっとピンチか。よっしゃ、さあ行って、なかなかとやるじゃないか。おらやりました、これ
攻めね。よーし、聖画にかかったらもう行きますよって感じですね。よし。でもちょっと危なかったですよね。ああこのくらいハラハラする方がいいに決まっている。さて次も頑張りますよ。次は一体どなたでしょうか。ほい、おっと、また来た。今日はゴブさん祭りだな。うん、そうですね。さあやっていきましょう。ねえ、ジョー様。どうしたんだ。やっぱりザベルの攻撃で一番面白いのって何。デスボルとかね、イビルとかもいいんだけどさ、地味に投げいいよな。通常投げ。ああなるほど。あれ結構つらないけどもね。そうそう、やりようによっては何回もグサグサってやられるのだよ。なかなかと面白いじゃないか。あーかかかかかわいいです。さすが女王様、見た目が派手な技だけじゃなくて、そうやってギリギリ痛そうなのもちゃんと分かってるじゃない。そりゃ分かってるぞ。おりゃっほっ、大反撃です。なかなかといいぞ。おっ、これは見事に決まりました。やったわね。ジェナ様の攻めは本当にいいですよ。なんていうか、やっぱこういうのね、入るとね、すごく気持ちいいですよね。多分世のジェナ使いの皆様だったら結構ね、わかるはず。さあ次も頑張っていきましょう。あれ、そういえばまだリリス勢が何を潜めているわね。そうですね。コールがホットになっちまったぜ。あねえ、さあ行きましょう。クールがホットに。そういえばジェラ様ってクールな一面もあるけど、テンション上がるとすごいんですよね。ハハハハハってなっちゃうから。そうですよね、クールなんだかホットなんだか。なんとかはね、じりじりとした戦いが続いてると思うんだけど、私は攻めるよ。ちょ、危ない。あー、もうちょっとで当たりそうだったんだけど。よっしゃ、よし、やりました。イラスピンタです。いいね。やった。お、やばい、きた。この投げもなかなかナイスだ。しかしやはりイラスピンタの方がもっとえぐってくれるからな。ほっと、これはね、まあね、素直に待ちましょう。ね、はも、一度はもとちょっと危ないね。よっ、ほう、おう、よっ、そう、ひげぱつぶしちゃった。いっちゃってください。へっ、永久なりかけた。ちなみにザベルにも永久は効くんだ。ただ画面端に行ってしまうと途端に永久できない、ほぼほぼできない感じになるから、画面端に行ったら素直に下段に切り替えた方がいいかな。よーし、やりました。さあまだまだ頑張っていきますよ。ああ、まだ始まったばかりでないか。ええ、そうね、夜の宴はこれからでしょ。そうですね。さあ、で、そういえば最近さ、リザレイチ舞踏会の方で、ね、私がね、下ネタ好きってね、もうね、かなりね、認知されてますよね。そんな認知のされ方いいんですか。ジェナの話と下ネタがね、こう、下ネタの話題だとすぐにね、私がね、出てくるってね、結構ね、有名になってしまいましたからね。はい、全然大丈夫です。否定するつもりもありません。あら、そうだな。まあ、そうね。
なんていうか、そういうことに純粋というか。やはりこうなんていうか、下ネタが受けるのは世の常というものではないか。女王様までそういうこと言っちゃってるので、エンジニアは結構そういう方に寛容な国です。なんだよな。そうですね、私はそのあんまりちょっとその、私は正統派アイドルなんで。そうだな。おっと、これは超合金だ。よし、やろか。よろしくね。でもこの話の流れやりましょうかとか言うと、なんか危ない感じがするぞ。お、これさ、はい、え、あ、そう、危ないわね、来たわね。もうちょっとで入るとこだった。いいわね。あっちゃん、あらら、あまり下立ちはされたくないもんな。危ない、ここでは敷かれてしまうかもしれないんで冷静に対処しよう。ですよね。よし、見事にはまりました。よいしょ、後ろに回って、うん、空中はダメ。うん、今のはね、確実になんかこうダッシュでジャンプしてくるって感じだったからな。あ、そう、よし、やったー。いい戦いだったんじゃないか。そうですね、かなりね、あのハラハラしました。おっと、クールと来ています。ありがとうございます。ね、うん、よいしょ。そう、ジラ様のクールなかっこよさ、そしてたまにね見せる狂気なんていうのもね、ジラ様の魅力の一つであります。いや、 やっぱりいいですよね、ロッソ。ロッソといいね、なんといいね、やっぱイラスピンタですかね、もうね。いや、これ本当にね、素晴らしい技なのでね、みんなもイラスピンタ狙ってみてくださいね。まあね、あのイラスピンタを狙うところにおいてね、あのかなりね、第一人者的なね、輝きを持っているのがフォンデリジェダさんではありますが。はい、いつも考察してくれてるフォンデリさんですね。ああ、いつも感謝してるぞ。よいしょ。いや、このね、ジェラ様のね、ありがとうございます。はい、どうも。ね、このジェラ様のね、イラスピンタのね、魅力をね、あのいち早く分かってくれたフォンデリさん、本当に感謝ですね。まあ私がね、このイラスピンタの魅力というのを熱く語っていたっていうのもね、原因なのかもしれませんけどね。そうだ、イラスピンタっていうのはとにかく、あの自分の上でジェラ様がって言ってくれるね、あの我々ほほ笑んでくれるというのと、そしてやはり抱きついてくるというやつとね、掴まれて、さらにあのぶっ刺された後落とされて、さらにグリグリされるというね、しかも笑いながらっていうのも、とにかくね、もうあの痛みと恐怖のオンパレードみたいな感じでね、うん、私はねフルコース的な味わいができると思っているんだ。ジョー様にとってそれはフルコースなんですね。ああ、さて、珍しいサスカッチがやってきた。実はね、リザレックでは珍しいサスカッチ。珍しいんだけど、あのアーケードに行くと突然サスカッチが増えてくるから、皆さん気をつけてくださいね。はっ、うん、繋がってはいないけど、オッケー。そろそろあのビッグタワーズ出していくんじゃないかなと思ったら出してきた。ジラ様流の高い高いだと思うんですよね。ああ、いいですねそれね、うん、ジラ様流の高い高いからのぶっ刺して、あのヒャハハハ、うん、もうジラ様らしさがね、まあ、満点に出ております。よっしゃー、はい、
決まりましたイエーイねえ、見事に今タワーを狙ってやったんでしょうか。多分ここでタワー出してくるかじゃないかなって思ってラスピンターやったらやりましたね。やったー、見事に予想が的中ってやつね。はい、読みもタワーには大切です。そしてあの読みがねやっぱり当たるとね、なんか周りが見てる周りのね見てる人たちもねすごい気持ちいい気分になれるんじゃないかなっていうのがありましてね。それが戦闘の途中だったりすると結構相手をテンパらせることができるみたいな、そんな感じもするよな。はい、そうですね。夫超合金様いらっしゃい。マジラ様の技はね一つ一つ当たりにくい技が多いんですけど、それが当たった時の会場の盛り上がりとかね、あのまあ大会だった時大会だったりするとね、あのあとの試合でもねおーみたいな契約とか当たるとみんなおーみたいな感じになりますからね、そういうところでねあのこうねテンションが上がるのもねありますね、セイバーの中でもねかなりねこうなんていうか魅力あふれるキャラクター、もちろん他のキャラクターも魅力はありますけどね、あの結構沸かせられるキャラなんで、ね、目立ちたい方とかはね結構いいんじゃないかなって思いますね。ただジェラ扱いがちょっと難しいから、その目立てるほどまでに熟練するのがちょっと難しいんだけどな。なかなかとやるでない。へんよ。あーよいしょ、避けた。うん、あのファティカは移動技。いや。あん、いい。いや、投げれた。そこで敷かれるんでしょ、敷かれるんでしょ。ほっ。よし、やりました。あら、今日は結構いい調子じゃない。そうかもしれませんね。先ほどのイラスピンタといい、なんといい。よし、この調子でいくぞ。超合金さん、負けました。あ、ありがとうございます。対戦ありがとうございます。まだまだ待ってますよ。よし。いやー、さて次の相手は誰でしょう。ほい、あ、ゴブさんいらっしゃい。今日はザベルにサスカッチ、結構強キャラが多いのではないか。まあでもね、私的にはね犬猫とかまだ出てきてないんで、まだ全然大丈夫かなって感じですね。なるほどな。犬猫さんたちは可愛いですもんね。確かエレフィーヌさんは猫アレルギーだった気がするので、一応画面内の猫でアレルギーはさすがに発生しないけど。そうなんですよ、私猫アレルギーなんですよ。だけどね、なんかね、昔ね、うち猫飼ってて、あっちゅー、ね、だからなんかね、昔ね、喘息気味でなんか病院とか行ってたんですけど、猫アレルギーのせいでしたね。でどうやらね、そこのね病院の先生がね、喘息の私ね、一度ね、うちのね親もね、猫アレルギーを心配したんですけど、そこの病院の先生がどうやら猫が好きだったらしくって、あらららら、うん、猫アレルギーじゃないとね、散々ね言ってきたみたいで、私はそのせいで薬を飲み続ける日々を送っていたんですよ、全くもーっと。で今になってムカムカしてきますね。ちょっとピンチなんじゃないか。あと危ない。あ、最初は結構削られてしまったからね、ちょっとピンチになって、あらららら、危ない。あ、そう、あ、相手は結構待ち戦法に来ている。うん、こっちも確かに慎重に戦わざるを得ないんだけど、はっ、あ、しっかりガードしている。まあね、ここでね、デスボルトがされちゃったら終わっちゃうんで、ほっ、あー、デスボルが相打ちだー。今の対応は良かったと思う、悪くなかったと思うんだけど、これ相打ちで当たるかー。いや、今の
今の一方的に勝つと思ったのに負けちゃうっていうのがね、まあ、ジラ様だったらね結構あるあるなんでね、はわーね、しょうがないです。もうジラ様だね、ちょっと可愛いところとしてね、見ておきましょうか。確実に防いだと思ったのに。はい、デスボの時はね、もうね、何もせずに素直にガードしましょう。はい。ガードすればね、自分の目の前に落っこちてきて半角が狙えるので、はい、では行きましょう。次はマルちゃん、いらっしゃいませ。はい、次もよろしくお願いします。なぜ、何のキャラで来るんだ今日は。オルバス、ザーベル、マスカチュート来てるがライライ、もっとオルバスかジェダかリリスかって思ってたら全く予想だにしないキャラ来たっていうところがマルちゃんのすごいところで、おいと。はい、よし、ちょっと牽制牽制、おい気をつけて。なのにね、レイレイはね、やっぱりね、ちょっとこうアンキーがね、中アンキーがきついんで、まあね、画面端端でね、こうね、中アンキー投げられそうになっちゃったら、まずね、歩くみたいな。敵に張るキャラで勝つキャラで見せて勝つのすごい。あ、とにかくね、おいしょ。そういえばジェラ様もそうですけど、レイレイもテクニカルなキャラだとは私思い出して、なんて言ったらチェーン店内がね、中和支店内がすごいね、テクニカルなやつなんで、おいちゃいちゃいちゃい、おやっ、伝来派は離れてしまえば大したことはないです。よーし、そうですね、やっぱりね、テクニカルキャラをね使いこなせるとね、そりゃ気持ちいいですよね。最初は私もね、ジェダさんも結構テクニカルキャラだとね思いましたし、ま、実際そうなのかもしれません。ただね、天雷とか、例えばダクネスとかロミナスとか、デミトリのミッドナイトプレジャーとか、そういった感じのね、順押しコマンドっていうのがジェラ様にはないんですよね。つまり全部半回転か、それとも昇竜、波動とか逆波動とか、まるで使い方がわからぬでした。そういうコマンドばっかりなんで、超合金さん誰だってわいかい。そうだよね、超合金さんどうもよろしくお願いします。ね、ジェダ様はね、意外とね、技コマンドの方がね、その複雑な技がないんで、一度覚えちゃえば結構ね、こう、まんべんなく技が使えちゃうっていうね、キャラでね。はっ、そう、おい。あっ、いい感じだと。うわ、ちなみにオルバスに前置きするのも危ないので気をつけましょう。ああ、そうだな、私もね結構前置きが好きなんでね、よく やっちゃいがちなんですけどね、そこは気をつけていきたいなと思います。でなんといってもね、オルバスはね、ダッシュ攻撃がめちゃくちゃ強いので、できるだけね下の方に星が置いて邪魔したいですね。ああ、おお、ああ、うわばい、うわばい、やばい、あっ、隠すればよかったんだけど、よいしょ、はまれ、おりゃ、あ、ちょっと遅かった、あー、うーん、まあ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 、これはしょうがないでしょう。で、なんといってもね、このね、下ダッシュされると結構危ないんで、危ないって言ったそばから危ない。よいしょ、抜けた。おら、あ、やばい。自分ハリオン派で使ってたけど、サコさんにボロ負けしてプレイ考え直してますのよ。あー、そうなんですか。おら、うん、やばいやばいやばい。あれ、何か失敗をしたか。今のこのままいけば負けてたね。危ない。おら、さて、なんとか命利用したけど、やったー、
さあ、そうですね、サコさんはそりゃね強いですよね。しなやす、うん、しなやすですね。ありがとうございます。さて、サコさん、私はね、ちょっとね、それと比べると新規プレイヤーなんで、サコさんとはやったことないですよね。最後のレバガチャめちゃくちゃ早かったですね。あ、前順で裏回っちゃった感じですね。よくある。あ、なるほどね。それで焦っちゃったって感じですかね。めくりが発生しちゃったみたいな、そんな感じでしょうかね。いやー、だってもう必死になるとね、ほんとレバガチャもうしまくるしかないじゃんみたいな。うん、結構ね、私ね、レバガチャには結構自信があるんで、さあやっていきましょう。とオルバスだ、またオルバス、次はマールちゃんオルバスかな。超合金さん、トリック一緒に繰り替えようと思ったけどでした。あー、レバガチャ、あ、そっか。うわー、つ、まあ、まだゲージ溜まってないからね、前置きしても大丈夫だ。はい、なんしなんしとかだけどね、変なところでダークホース使っちゃった。あ、そう、やっぱりね、言いたくないんですけどね、オルバスってね、ショーピー、ただのショーピー、ベロ出すやつ、あれ強いですよ。多分もう、まあ皆さんね、オルバス使う方だったら大体知ってると思うんですけど、ショーピーすごい舐めちゃあかんですよ。なあ、やばいやばいやばい。おお、これはもうしょうがない。うん、よいしょ。危ない。さあ、クーニャーも危ない。まあ、オルバスは結構ね、強い技結構いっぱい持ってますよ、ね。ね、ですね、マルさんのね、マルちゃんのガードが硬い。特になんかオルバスになると結構顕著に現れてくる感じだと思うんですけど、ガードが硬いの、なんのっても嘆いてるな。では、はい、あー、波、あー、波ならぬ波です。いえ、今ダジャレ言ってる場合ですか。よいしょ、うん、あと19秒、時間ないんだけど、時間ないけど、よいしょ、全部ガードする。あら、プリティングのラッシュは全部ガードされました。やめて、そんなところで出さないで。あー、やめる。あー、くそー、生きてる、生きてるんだけど、チョーピーいやー、ジェダの根性値見たな。根性値は見えたけど、最後は見事にペチってやられたわね。あー、冷静にガードしてればっていうところもあったけど、やっぱ合わしかれたらどうしようみたいなあったし。やはりそこでは焦ってしまうよな。あー、いやでも本当にね、楽しいですね。よーし、根性値エグすぎます。はい、ジェナ様の根性値はね、全キャラ中確か一番高かったはずなんで。あたい、笑、おしょ、次行ったぞ。ねえ、うん、血、まあ確かにね、ジェダ様の血のパワーはえぐいですからね。いいですよ、根性血。よし、来た、またオルバス、オルバス祭りですかね。いやー、これ色が見えづらいぞ。まあ大丈夫ですけど、クイヤーは強いけど、ガードされると、まあ、反撃食らってしまうという、まあね、ところもありますかね。あー、危ねー、ほい。ジェナ様はね、空中で何かね、攻撃勝ち合った場合は、ね、大体貝殻でやられるんで、キューピーですかね、でやられちゃうんで、まあ、できるだけね、空中で攻撃勝ち合わないように、できるだけ地上で戦うっていう感じがいいですね。まあ、こういう時は、まあ、飛び込んでいいと思うんですけど、よいしょ、なんかこう同じく空中にいる時はね、ちょっとできるだけね、攻撃が勝ち合うのは避けたい。
よいしょ。怪我の当たり判定でかすぎんだろ。はっ、そうですね、当たり判定でかすぎ、そしてなんといってもね、あの中空中中ピーのね、当たり判定の弱さすごいあるんで、そこ気をつけましょう。よいなかなかこうビリビリしてますね。ちょっとゲージを余計に使ってしまった気遅いけど、まあダークフォースで逃げられたから OK。 ちょっと、あ、気をつける。あー、変なところで正解出しちゃった。あー、ほい、ここはね、冷静に対処していきましょう。あ、泡を1回潰しましたよ。おーい、だだだしっかりガードしてますよ。いくぞ、いい調子だ。よいしょ。まあね、こうオルゴスにね、下のペチンがあるんだったら、こっちだって左手内側ありますから、カーンロそこで、こう急いでなんか魔除けとかしてしまうとマジで泡にはまってしまうから気をつけよう。そうなんですよね。一発泡が決めていく。あー、気をつけろ、やばい。あー、なんとか、これまだ1ゲージある、まだ1ゲージあった。はい、あ、だけどね、これ泡でね、一発で終わってしまう可能性もあるっていうからね、気をつけようね。はい、相手2ゲージ溜まってるし、あー、終わって、タイム勝ったいやー、今の必死すぎてタイム見えてませんでしたね。やりました、やったタイムに救われたわね。そうですね、タイム見てなかったわね、ほんと。まあ、集中しちゃうとね、全然ね、タイムとか見えなくなっちゃうんですよね。皆さん、そこよ、そこんとこよろしく。は、はい、すいません。あー、そうですよね、俺たちがなんとかこう後ろから支援しないとですよね。だが体は一つだからな、全然止まらない。なんとかね、そりゃもうね、捕まらないように、特にね、やっぱりね、オルバス戦というと画面端に行かないようにっていうのはすごく気を使ってるんで、さあやっていきましょう。またマルちゃん来たぞ。次もまたオルバスかな。さてどうかしらねいや、今日も熱い戦いがいっぱいで楽しいですね。イエーイ、オルバス来た。さて何回このステージに行くんだ。ランダムで選んでますよおかしいなすっごい確率で身体ちゃん出るよね。合わせることない、1点差、まだ合わせる時間じゃない、まだ合わせる時間じゃないでやっあらなかなか手が出ない。やっぱベロで、ね、ベロがね結構きついんですよ。よいしょ、あ、わあ、やばい、うん、まだまだ、はい、ちょ、ほっ、これは入る、いけ、今の ES 追い打ちは結構いいんじゃないしかいってん、よし、そう、ああ、おい。よし、入った。あん、いやー、でもね、空中からのやつがきつい。そわっ、そりゃ入らなかったか。あー、食べないです。うわっ、入ったあ、やばい、こうなってしまうとなんとかしたい。ほい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 。あー、ただ画面端に詰められてる気もするから戻る。驚いたよ。あーマジか、まだ踏まないで。ああやられましたね。あら、惜しかったですねいやー、踏まれたか。ジラ様根性値すごいけど、さすがに追い打ちはかなね、ちょっとね、こう無理だった。いやー、さっきから結構ポイントが上下しておりますね。まるちゃん3100ポイントだよ、ちょっとありえないよ。確かにそうね、3200くらいあっても全然おかしくないもんねですよね。さあ次は一体誰だ。あ、誰だ誰だ誰だ。寝ましたね、また毎回ネタが古すぎるってやつな。はい、昭和ですね。昭和ね、あたたちも生きたことない時代よ。あ、だけど私100歳くらいだから、まあ地球で言うと江戸時代くらいから生きてんのかしらね。
あ、明治かしら、どうかしら。100年前というと明治くらいじゃないでしょうか。私たちはよく知らないですけど。そうだな、っていうことは私は本当に江戸時代か。そういえば、鎧さん500歳くらいですもんね。おっと、平成ジャンプどうした。おっと、ポンデジェラ、いらっしゃい。スピンターポンディさんの登場です。確かにな、私たちっていうかLDNが平成生まれなんだよな。そうなんですよ。はい、私平成生まれでございます。だからね、あのセイバー稼働した1997年なんて5歳だったんで、そりゃ知る由もないですよね。あ、その頃からね、ゲーセンとかは結構行ってたんですけど、まあでもゲーセンといっても、あのね、こう洋華堂とかの上にあるゲームコーナーとかによく行ってて、 UFO キャッチャーとかでな、あのお母さん、あのお父さんやお母さんにいろいろ撮ってもらったみたいな、そういった感じですかね。よいしょ。なんかとりあえずね、ゲーセンはすごい大好きでした。あ、危ない。さあ、いつイラスピンタを食らってしまうのか、ハラハラしております。よし。あ、やばい。あ、イラスピンタ同士の対決はこっちが負けてしまった。さすがスピンタポンデリー。やばい。あ、危ない。さあ、こちら通常投げで微笑みを見せて、よいしょ。あ、やばいぞ。あ、ここチェーンで下大抵来てれば多分削れてたな。よいしょ。おお、ほわ、あ、間違えた。よいしょ。こちらも当たらず。あ、なんかといいぞ。ほい、バティカー、よいしょ。あ、変なとこすっ飛んでったけど、なんとか KO。 本当は契約出したかったけど、ウィンすっ飛んじゃった。ちょっとレバーの入れすぎね。そうかもしれない、ね、とっさに契約出そうと思うと出ない。そこをなんとかしないとね。はい、では、まだまだ頑張っていきましょう。ただたまにさ、私たちその平成生まれだけどさ、あのこうたまにあの年齢詐称なんじゃないかとかさ、よくはちょっと言われたりするような。あ、そうですね。あ、また来ましたよ。頑張ってください。あ、そうですね。私ね、結構ね、昭和のアニメソングとかも結構好きでね、あのよく歌ってますからね、マジンガー Z とか。いいよな、やっぱり特にロボットアニメソングがね大好きで、あのその辺はね大体覚えております。平成さん無理でした。友達やってた時ゲーセンだったので。ああ、そうだったんですか。まあ、あの昔のゲーセンってちょっとね、こうなんていうか、こう柄が悪い人が多かったとか、そういうの聞きますからね。私はですね、なんというか、まあ、あのどちらかというと2000年代くらいに、ね、ゲーセンを楽しんでた人なんで、うん、あのほらメダルゲームとかクレーンゲームとかも結構いっぱいだ。おお、やらないった、なかなかいいぞ。ね、だからまあ若干ね、治安が良くなってきた頃からね、ゲーセン行ってるんでね。だからまあなんていうか、気兼ねなく行けたんじゃないかなって思います。うわー、ただまだ小学生くらいでちっちゃかったんだね。遊ぶものはね、あの UFO キャッチャーかね、あのこうメダルゲームとか、あ、太鼓の達人とか、そんな感じでしたよ。よーっと、すごい回数出してくる。なかなかやれてないか。はっ、よし。あ、いや、くる、よいしょ。おりゃー、おりゃー、やりました。今度こそ決めた。契約完了です。よし。でも友達やってた時ゲーセンだったのでってどういう意味だろう。た、確かにな。うん。さてさて、あ、セイバー、うんうん。まあでもゲーセンにね、あの昔は そりゃね、ちょっと行きづらいみたいな空気あったらしいですよね。さてさて、じゃあね、次も頑張っていきましょう。でも今はね、やっぱりね、あのこうなんていうか、そこまでね、柄の悪い人とかあまり
いないと思うんで。友達の家がゲーセンだったのです。ああ、そういうことね。なるほどね。友達やってたとき、ゲーセンっていうのはよくわかんないけど。さて、リネが来た。リネフェリシア、これ強いですよ。めっちゃ強いフェリシア。さあ、めっちゃ強いぞ。だから、私もめっちゃ強いと思い込んでおかないとね、ダメですからね。ああ、それ大切だな。ああ、うるせよ、はっ。ジャンプしたところに鎌がやってくる。うわもう、やっぱりね、猫とだとね、超ハイスピードでいいな戦いになるんでね。うやっ、うわ、マジか。これ負けんのか。そう、こっちに来ると思ったんだけど、そう簡単には来てくれないよね。大P、大K かな。金払わないクズとか言われてました。イエーイ。いっぱいいっぱい遊んでくれないとね、こうね、もっと使えよみたいな言われてしまう。あ、でも昔子供のお小遣いの範囲だと結構きついんじゃないでしょうか。それはでは、ではあいつなかなか手が出ないか。ではよいしょ、こにゃー。さあ、結構いい勝負になってきたぞ。あ、やばい、まだいた。これはジェナ様の根性値でも削られちゃったか。いや、強いですね。でも結構いい勝負だったと思うぞ。はい、ありがとうございます。さてさて、あれすごいポイントですね。あ、なんで負けてもほぼダメージないですね、これはね。でもこれ勝てたらすごいんじゃないでしょうか。48とか49とかもらえるんじゃないかな。100円払わなくてもプレイさせていただけてたんですよ。あ、それはすごいな。でもちょっとこう悪いなって感じになっちゃうよな。そうですね、うん、せめて半額とかね、こうね、そのくらいだったらまあまあってなるけど、さすがにタダではちょっと悪いなって思っちゃうな。でもこんなことやってて、それでマジで猛烈にプレイしてたら多分ものすごく上手くなるんじゃないかなとか思っちゃったり。まあ私はね、家庭用とかもない、あの厳選のゲームってあったものね。そうですよね。さてさて、次はさて、あ、オンデイジェダーやってきた。さあ、次はどんなスピンタを決めてくれるのかしら。あ、だけどスピンタだけじゃないですよ。さあ行こう、頑張ってください。よし、くぞ。はやー、突然の大ピー、危ない。そう、ショーピーで軽くあしらえばよかったのに。いやー、だけどね、私が、待って、あ、やばい、もうちょっとでアルティメット KO になっちゃうぞ。はい、気をつけましょうね。こんなことやってたらアルティメット KO されちゃうんで。ほっ、待って、結構先を読まれてるのではないか。いや、嫌なとこで大ピー出してくるし。そうだね。まあでも一度懐に入ってしまえばというところはありますが、うん、なかなか読んでないか。ああ、先に一撃取られてた。うん、下段ガードもしっかりしてるんじゃないか。よいしょ、豪華連続性が消えていく。入れられた、ごめん。これはBS でかいとダメージでかいですからね。ほっ、おっと、よいしょ、危ない。 いいところに投げてくる。よし、しかし今のね、こう私が来るんじゃないかと思って、ね、パティカ打つのはなかなかナイスな、ナイスだと思います。あ、なんだ、危ない。よいしょ、なんとかアルティメット KO は食らわないぞ。と、さあ、セイガ投げて、ね、あ、痛い。おっと、さあ、せいや、いやー、なんとかなりました。いや、でも結構危なかったな。
はい、そうですね、結構危なかったですね、正直ね。いやスピンター2発も食らっちゃったし、もうちょっとで、ね、弱かったですね。よし、なんとか2発だけでね、なんとか なりました。はい、でもね、ジュー様のね、イラスピンターはね、ものすごくね、あの素敵なんでね、本当にいい技ですよ。ね、こういった当て方とかは、ね、一応できるんでね、まあ、確かに冷静だったらね、相手に対処されちゃうんですけどね。さすがでした、笑、はい、ありがとうございます。あとやっぱりね、あのこうね、この辺に精が出しといて、当たらないようなところに精が出しといて、振る上からイラスピンターっていうのもね、全然ありですからね。おっと、これはヘイキーさん、いらっしゃいませ。さあ頑張っていきましょう。よし、ヘッキーヘリシアといえばこの方も一つね、あのものすごい武器を持って、また身体ちゃん多いですね。このねヘッキーヘリシアもね、恐ろしい武器をねお持ちなんで、それが発揮される前に倒しましょうという感じでしょうかね。いい投げだ。画面端でね、ゲージが溜まった状態、これがとても危ないんでね、あの それはね、なんとか防いでいきましょう。うん、こっちのダークフォースです。しかし怖いのは私のダークフォースではなく、このヘンキザのダークフォースなんでね、ものすごい上手いんですよ、ダークフォース使いが。やるで、やばいやばいやばい、あ、やばい、なんとかダークフォースを発動しなかった。今1ゲージ近いから、あ、こっからなんじゃないかな、もしかして。なのでね、なんとかして、あー、来た、やばい、さあ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 防いでいきたい。よし、なんとかね、あのダークフォースの本領発揮されずには済みましたね。よっしょ、おりゃ、危ない危ない、あーはーはー、やめて、うわー、やられた。言った通りにやられた。いやいや、これはすごいわね。いいやね、見事にね、見せ場を残していくヘッキーさん。さあ次こそダークフォース発動される前に倒すぞーなんてね。でも次も来るかな。さあで次は誰だ。あっと、次は終わりね、フェリシア。今日は猫も恐ろしいのがやってきてますね。そういえば、先ほどね、ザベルとかオルバスとかばっかりだった時に、あれ、あの猫とか犬とか来なきゃいければいいやみたいな言ってたけど、猫来ちゃいましたね。まあとにかく猫は人気キャラですからね。そうなんですよね。ほっ、あっ、そう、でもあそこまでね、ダークホース上手いのはやっぱヘッキーさんだけなんじゃないかって思うくらいですからね。うわっ、うん、うわっ、ついで、よし、あー、このピョンピョンするの嫌だ、なんとかして、はっ、そうそうそう、で猫はですね、立ち消系も強いですからね。ふいよ、そう、よし、削りでなんとか、よし、いいところに精が投げていく、よいしょ、マイ管理がすごいね、しっかりしてますよね、この辺、このリネフェニシア。おー、なに、今若干殴ったな、うやっ、あー、上から、あー、やばいやばい、このままじゃ、あ、テイテイやられたら終わってしまう、テイ、あ、ほい、逃げろ、なんとかなりました、はい、おい、
冷静に。あーキャッチャー危ない。よっしゃあと1、お互いにあとワンチェンくらいで。うーん、いやー惜しかったですね。そうね、いやー惜しい惜しい。あーいやー熱いですね、手に汗握っております。勝てたらね、この3800ポイントから奪えるっていうの美味しいですからね。もうちょっとだったのに。いやでもそこの粘りがやっぱりこうなんていうか力の差なのかもしれませんね。いやー強いですね。しかしね、本当ね、こう多分このリネさんがあのダークホースの破壊力備えちゃったらもう誰も打ちてないんじゃないかみたいな、そんな感じだと思います。つまりあのリネさんとヘッキーさんをあのガッチャンコすれば、うん、絶対めちゃくちゃ強い。いやもっともっと、もう今でさえね、あのお二人とも結構強いのにね。さあまたフォンデジェラさんやってきた。うん、しかし私もですね、なんといってもですね、このイラスピンタの極意もっともっと掴んでいきたいですね、ということでイラスピンタもっと狙っていきましょうって言ったら気に入ってるんです。絶対にあの気づかれてね。見てるもんね。うわね、はい、よいしょ、なんとか寸止め、あ寸止めして寄せがしたのはいいんですがね、あの架空は寸止めできなかった。ほいよ、ほっ、あ、ダメよ、あ返されてさらにイラスピンタ食らっちゃった。これはもう一発食らったらアルティメットキーボーだぞ、気をつけろ。やったー、一発返しちゃうから一発チャラねとか言って。はあ、危ない。さーて、あと一発食らってしまったらアルティメット KO になってしまうぞ。はあ、あ、やばい。あー、おお、いい発火だ。ほい、あー、もっと。お互い、セイガの応酬が続いている。危ない、あ、当たる。あー、危ない。いや危ない、よいしょ、セイガに当たってくれた。あっ、行って、おかえりちゃんと。こんなところで突然の、いやびっくりしたね。うわ、よいしょ、ほっ、あっ、惜しい、よいしょ、うん、いやー、いやまあなんとかね、っていうか景品で2発スピンタ食らうってやっぱすごいですよね。そうね。当て感が素晴らしいですよね、本当に。いや2発食らっちゃいますね。スピンタの挙動が結構分かりきっている私でもね、あの2発食らっちゃうくらいなんですからね、まあ、ジェダ使いじゃない人はもっともっと食らっちゃうんじゃないでしょうか。さて、あとね、やっぱりこのイラスピンタをね、あの積極的に使っていく人っていうのが結構ほとんどいなかったんで、皆さん結構あんまり対策できてないんじゃないかなっていうのはありますからね。さあ、いきますよ、よっしゃー、いくぞー。やっぱ聖画とかを絡めていったら上級者にも結構効くんじゃないかな。はい、次丸ちゃんのリネス痛い。飛び越えられてしまった。ああ、変な挙動を、走りくりが発生。ああなんかね、かわいそう。よいしょ、あー、やばい、これは結構きついんじゃないか。あー、しかしまだまだ逆転できるチャンスはね、ジェラ様にだってあるんですからね。頑張れジェラ様、かっこいいぞジェラ様。ちなみにあのジェラ様を褒めちぎると、あの若干ながら強くなるみたいですよ。らしいよ。あっ、よっしゃ、うん、うん、だろうと思ったけど、はい、うん、はい、危ない。やばい、社員、あーん、空中ソール怖い。
恐れてだな。はい、はあ、なんとか削れましたが、それでもまだピンチは続く。おわ、ルミナスは移動技、しかし移動技が少し荒と出たか。はい、あった、おっ、終わりゃ、ああ、あの足なかなかいい。うん、やばい、気をつける。ほい、いやー、あー、ここで精が出すんじゃなかった。やっぱ最初にちょっと削られすぎちゃいましたかね。そうかもしれん。くぅ、なかなかと言い入れないか。おっと、55分を過ぎた。そうですね、じゃああと2、3試合くらいってところかな。そうですね、はいね、早く終わった試合があれば3試合くらいで、まあ、うん、ね、この放送はね、あの、だいたい10時までとさせていただいてるんでね。で、やっぱり時間が経つのは早いわね。そうですね。よいしょ、次はオートヨッキー。ほいほいほい、よろしくお願いします。今日も結構いっぱいいるみたいだな。よし、ほいほいほい、ほい、あれいれい、あ、さっきまるちゃんも、レイリー使ってたんでね、今日はレイリーもいますね。あ、なかなかやるじゃないか。ほい、このレイリーは結構ピョンピョンしますね。おー、歩いてきた。しかし、結構下中経緯は結構当たってしまうんで、今飛び越えてきましたが、そこを狙っていきたいところ。なかなかとやるじゃないか。よし、あ、入りました、イラスピーター。さあさあ、この後は何としてもね、気絶暗記が来るかもしれないから気をつけないといけない。シュワン、うん、ほい、結構やっぱりなかなかここぞという時に、それはちゃんと分かってもおります。よいしょ、はい、やりました。はい、いい感じです。よし、あと1試合くらいかな。あ、そうですね、大体あと2分くらいなんで、そうですね、次の試合が最後とさせていただきます。よし、いい感じだぞ。そうですね、では行きましょう。多分ね、私としてはね、あの、暗記はもうバンバン打った方がなんか逆にいいと思うような、そんな気がしますね。あの、次気絶暗記だから絶対ここぞという時に打とうって思ってると、なかなかね、こう今だっていうのところがね、巡ってこなかったりとかしちゃうんで、多分どんどん打った方がこうジェダ的にはね、行動阻害されるしいいんじゃないかなって私はちょっと思いますね。さあ、次はジェダ同キャラ戦、最後はジェダ同キャラ戦で締めましょう。イエイ、それに私の好きなゴボ部屋だ。まあ、もちろん身体のままも好きだけど、全く女王様は変態なんですから。よし、地上投げと空中投げ両方お見舞いしてあげました。ふぅ、いいね、なかなかとやれてないか。うん、いいぞ、女王様が喜んじゃってますよ。あや、はい、削る、削り切りたいんだけど、いいでしょう。うわ、ふう、はい、あ、まだだ、
後ろから来た。A から来るぞ、気をつけろ。おだ、いい感じに削った。あー、こりゃー、今相手にとってやっちまっただろ。そうそう、タック返し。そう、タックに中継を上から刺す。ほい、うん、危ないぞ、いや、危ない。さあ、まだどうなるかわかんないよ。頑張ってください。危ない、これでロスト敷いてきそうなパターンね。空中制御を見た瞬間ロスト敷いてくるんじゃないかみたいな。よっしゃ、ほわ、よっしゃ、あー、やっべな、根性値根性値うん、自分もそうだから文句言えない。あ、やばい、と危ない。あ、時間が、時間ないからなんとか。あ、タイムで勝つか。あ、やばい、勝った、危なかった。最後まで本当に0秒まで奥は分からない試合でしたね。ということで皆様、今日の試合はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ああ、ありがとな、ほっと手に汗握る試合だった。ふう、あー、よかった。私も結構ポイント削れてたんだ。うわー、はい、ということでまた、ね、死にましん。そうですね、ジェラ様はね、何度やられても死にましんですからね。だってね、バラバラになってもね、100年くらいで復活しちゃうんですから、ジェラ様ってすごいですね、かっこいいですね。じゃあ、また来週もよろしくお願いします。水曜日はね、マイクラ放送もやってるんで、そっちの方はよろしくお願いします。ではまた。じゃ、またね。じゃあねー。バイバーイ。お疲れ様でした。